スタートいきます。ハイドレーションチューブとそれからウォーターキャリー、この使い方に、説明を入れます。まずチューブの方ですけども、ペットボトルにも付けられるように、ここに線がついています。これは外していただいて、ウォーターキャリーに水を入れたらこのまま差し込んでいただく。で、ここで回していただくんですが、実は下を回さないと上でも大丈夫か。はい、そしたらザックに入れます。ザックはハイドレーション対応のザックです。中まで、ここにハイドレーション用のウォーターキャリー用の、パックがついてますので、出口を内側にして入れていただくと。で、この時に両方を閉めておかないと、ここから水がこぼれてしまうので、ザックの中が水浸しで大変なことになってしまいます。そしたらここを取っていただいて、チューブのホルダーも取っていただくと。で、ザックのここハイドレーションのチューブの穴があるので、ここから内側のこちらから出していただくと。これ中を通ったら、ここのゴムテープに突っ込んで、これの使い方はよくわかんない。変なのが入っちゃった。どうにもならないんだよね、これ。で、これを背負う。自分の体のちょうど位置に持ってきて、飲むときはこの辺をクリップで差し込んでおいてもいいですし、で、開いてここの口を噛んで、吸うと水が出てくると。ここがロックになってます。これで吸っても出てこないと。こっちに押すと吸えば出てくると。普段はロックしておけば水がこぼれ落ちることはないと。以上です。